山西でですすありがとうございいました重いですね最優秀男優賞の受賞の知らせを受けたときに、まあ、車で、えー、と劇場に向かっているときだったんですけども、えー、自分でもどうかと思うぐらいに泣きました <laughs> えと選考委員の皆さん投票委員の皆さん本当にありがとうございました嬉しいです 18歳で劇団外箱町と出会い二十歳で生瀬和久さんと出会い本当にさまざまな素晴らしい舞台に出会い僕の人生は狂いました <laughs> <laughs> 狂ったからこそここに立てているのでもうそれは感謝しかないわけですけれどもそしてコロナ禍の後もうちょっと役者やめようかなみたいな落ち込みがちになっていた僕のことを。 常に前向きに笑顔で、えー、支えてくれた妻と4人の子供たち、僕と出会ってくれて本当にありがとう、そして最後になりますが、もうこの世にはいない両親に、僕をこの姿、この声で生んでくれて、この世界と出会わせてくれてありがとう。 で今回この受賞をさせていただいたことによって本当にたくさんの方が見守ってくださっていたんだなととても感じることができましたそして私のようなこう演劇の似たような演劇の道を進んでいる俳優さんですとかと共感していただける俳優さんのこう希望ですとか少しでも励みになればよかったなと思っております